皆さんこんにちは、そしてこんばんは、そしてお元気ですか。万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。今日の動画は中華街の名店を訪ねる特別編第20弾、目立たない障子の奥にひっそりと佇む鯛そばの店アートムで美味しいイエンタフォー入りのバミーを味わうです。自宅を出ればもうそこは激安グルメの宝庫。こんにちは、万歳大家です。今日で20回目となった中華街の名店を訪ねる特別編、ご紹介するお店クイティアオアートムはプラプラチャイ通りから細い路地を入った奥という目立たない場所にあります。地下鉄ワットマンコン駅の3番出口を出て左を歩き、プラプラチャイ通りを通って右側にある細い路地を入ったところにあります。電飾の矢印があるのでお店は間違いないでしょうね。注文はいつもと同じバミーナームにしたのですが、このメニューを見ていて気が変わり、イエンタフォーにしてもらいました。イエンタフォーというのは中国由来の豆腐を紅麹で発酵させたもので、日本人には見慣れない赤いスープと酸味が効いた少し癖のある鯛そばです。久しぶりにいただくことにしました。バミーナーム注文した後に急遽イエンタフォーにしてもらいました。この赤いのがね、イエンタフォー、久しぶりです。イエンタフォー、とりあえずスープから、美味しい。これは何も食えなくても美味しいな。はい、ちょっとイエンタフォー混ぜます。全体を混ぜました。ほとんど変わらない。美味しいです。麺の固めの麺。ふんやりしてなくて美味しいです。クイティアオアートムのイエンタフォー、万歳大家の評定は星3つプラスです。今日はここまでです。見てくれてありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ。メメ。聞いたか。お寺は猫。メメ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 。ここにも猫。お寺は猫ちゃんがたくさんいますね。気になるけどダメなのね。